はい、こんにちは、やったらチャンネルです。また来ました、ドギーボックス。今回は何が入っているんでしょう。げんちゃんからのお届けです。興奮げんちゃん、興奮ボタンちゃんからのドギーボックスです。さあ、早速開けていきたいと思います。何でしょう。やったらチャンネル、何でしょう。パカリ。あ、もうね、こう雰囲気でわかりますね。ハロウィンですよね。みんな大好きハロウィン。お菓子をくれないとって。さ、今回の説明はこんなですね。カラフルでとっても綺麗ですね。今回の、あ、かわいい。パパが欲しいぐらい。かわいい。これはちょっとパパがもらうことにします。なんだよそれ。まあこれはね、ちょっとこの子たち遊ばないのでね。こっちで撮っておきたいと思います。かわいいね。届かないところ。はい、じゃあね、この2人はね、お待ちかねはね、これ出てきました。はい、これね、前回も入ってたかな、カンガルージャーキーカット。これね、すごいよね、カンガルーだけどさ、国産なんだよね。カンガルー、そう、いるの？岩手って書いてあるけどね、岩手でカンガルーやってるそうです。これね、前回もパパ食べた、以前食べたことがあるのでね、ちょっと食べないので、はいはい、カンガルーうまそうだな、やっぱり食べていいかな。うん、サクサク。だってさ、なかなかカンガルー食べる機会なくない？犬が食べて人間も食べたいじゃん、やっぱり家族なんだから。鉄分の味がすごい。まだあと5匹にあげんだよ。うん、あとじゃあ取っておきますね。カラフルだね。次はこれです。コマイだって。なんだろう、コマイって。魚？うん、氷化魚って書いてある。北海道産。こんな感じのね、魚、これ初めてなんでね、いきなりパパ食べますよ。こんなね、買った。なんだろう、味はあんまりない。匂いはね、思いっきり魚の匂いです。えらい。この二人はね、待てができますからね。ちょっと硬いよ、かなり硬い。まあ、現で余裕だよ。うまいか。食べれないんじゃない、もうさ。じゃあ次行ってみたいと思います。燻製ポーク、豚ですね。豚の削りが入っておりましたね。美味しそうじゃん。うん、うわ細かい。こういうね、削り節、こういう感じの。あのね、豚とは分からない。ちょっとね、これこんな細かいので、ご飯の時にちょっと振りかけてあげることにしましょう。これパラパラしちゃうのでね。次これが入っておりました。なんかスティックのね、ものが入っておりました。消臭剤ですね。おお、柿渋消臭剤。柿渋のね。待ってるよ、二人。うん。匂いする？匂いする。あ、する？するするする。あ、本当だ。いいじゃん。うん。ちょっと臭そうな気がする。ゲン、こっちおいで。まあね、きっと舐めても大丈夫なやつだと思うんですけどね、ちょっと臭そうなところにプシュッと。もういいって言ってるよ。本当かよ。うん、はい、今回はね、ドギーボックスのラインナップはね、こういう感じでした。いつもね、ドギーボックスさん、楽しくてワクワクするものをありがとうございます。じゃあ次のこっちにくれてみたいと思います。はい、今度はね、弦をしまってこの子たちですよ。まあ、ボタンまたいるけどね、雄三と常と梅。はい、くれていきたいと思います。これはね、削り節なのでね、餌の時に混ぜていきます。ジャーキー、慌ただしいな、こいつら。顔が近いからね。はい、はい、ボタンさっきも食べてるんだよね。ちょっと梅、ほら、梅。梅ガツガツしない犬。
梅太郎カンガルージャーキーでした。でこの魚ね、あ、魚食べれんのかな、硬そう、うん、ちょっと龍が無理かもしれないね、うん、龍っていうかグレートデーン意外と弱いよね、うん、あ、これちょうど良さそう、ちょっとこのぐらい細かくです、はい、うまい、梅はね、いつまでもしゃぶってるタイプだと思うから、ね、意外とペロッと食べて、常だけまだふにゃふにゃやってる、お前飲んじゃったんでしょ、実は、ね、噛まないで飲んじゃったんですよ、この大きなお口、これでしたね。で、このスプレーね、消臭スプレー臭そうなところにかけていきましょう、それでここにいたで、おいで、臭そうなところにかけて、はい、うちはね、ぬいぐるみに興味があるのはね、この二人だけなのでね、あー、遊ばせます、はい、ビューはね、加えたら加えっぱなしになって、多分一人でどっかな、完全しないです、ただ加えてるだけ、明日明日行くの、いいからいいからいいから、あーマジでキチャムキチャムマジでいつも通りね、音はちゃんと鳴りますよ、まあ、あとね、こうグレートデンが引っ張り合っても丈夫ですよね、頑張れつね、うん、あ、帽子がもげた、あーああ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 あ手だけビリビリ、ジャーキー、はい、結果この二人がいっぱいもらえるっていう、細かいんだけどね、こういうね、細かいやつ、はいはいはい、硬いもんな、こういう繊維質の硬さな、ちょっとかじれ、引っ張りやすくいくしよ、これ時間かかるよ、よだれバッグこうやってね、ビチャビチャと出るタイプのあ、俺食べた、こういう、よしよしよし、ほら、はい、行って今のような感じ、次はね、このブーちゃんのコーナーね、これね、こんな感じのね、でフレーク状になってるのにね、これはもう餌に混ぜますよ、ちょっとね、こいつらにこうやってあげるとこういう感じでね押し付けるだけ、ハッピーハロウィン、ハロウィンでした、いつもありがとうございます、じゃあねじゃあね、女の子みたいなはずだったけど、宇宙人みたいな可愛い魔女ちゃん宇宙人みたいな。
まあね、ここね、縫ってあるだけだったのでね、うん、首とか他は丈夫ですよ。いつもありがとうございます。